おはようございます。2021年3月6日の配信です。中国は国会に相当する全国人民代表大会、全人代を、えー、5日、北京の人民大会堂で開幕させました、えー。去年は新型コロナウイルスの影響もあって、えー、3月に通常開かれるこの全人代、 がですね、5月に開催が延期されたということがありましたが今年中国共産党がです、ね、7月に創設100周年を迎えるということもあり日程の全人代の日程の正常化が図られ昨日5日に通常通りの日程で開催されたということに開催開幕しました。 でこの結果、えーまあ、中国の国会に相当するわけですから、あ当然予算審議というものがあ進んでいるわけですけれども、えー、国防費。 中国年々伸びを見せている中国の国防費が22兆円を超える金額規模水準となっており前年度比で6.8%程度の増加ということになっています日本の国防費が 5, 5兆3000億円クラスですので日本の4倍、えー、国防予算 軍事費ににお金が表上使われていいるととうことになります中国はそれ以外にもですね、いろんな表に出ていない投資の仕方、お金の出し方で軍事費、軍事開発研究費に回しているという予測もありますので、ますます中国共産党創設100周年を前に控えて習近平国家主席を中心とした中国、 指導部、えー、求心力維持に向けて強権的な姿勢を継続していくことだと思われます。